ハイランド軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は43,589人であり、2000年の4875人から6.6%増加した。軍庁所在地はヒルズバロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はリトルマイアミ川とサイオト川の流域を分ける。 給料制の地形から取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は577.79平方マイルであり、このうち陸地553.08平方マイル、水域は4.71平方マイルで、水域率は0.84%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハイランド軍ズハイランド軍は、 記17の軍区に分割されている。ハイランド軍、ハビタート・フォー・ヒューマニティは2000年に設立され、それ以来3つのホームを建設してきた。1つはヒルズバロのジョンソン通りに、他の2つはグリーンフィールドの2番通りにある。ハイランド軍・ハビタートは、非営利の世界的なキリスト教家屋組織である、ハビタート・フォー・ヒューマニティ・インターナショナルの参加で運営している。 ハビターとフォーヒューマニティシスソで入手可能な家屋を建設または改修する必要のある人々との協業で動いている。家屋は利益なし、利子なしで必要とする人に売却されている。ハイランドサンクチュアリはハイランド軍を中心とする自然保護のつながりであり同盟の組織が所有している。ハイランド図書館地区は軍内の公共図書館システムである。本館は ヒルズバロにあり、他にグリーンフィールド、リーズバーグ、リンチバーグの3カ所に支所がある。この図書館は、会員図書館の690万冊以上の書籍にアクセスできる SEO コンソーシアムの会員である。ありがとうございます。